この動画はホンダが全世界で販売した大型ファンバイク販売台数上位12台をランキング形式で紹介していく動画です。グラフは2024年予測としているが、2023年の実績をベースとしています。欧州が 42% とトップで、日本は 7% にとどまっている。資料、ホンダ CB650R、CBR650RE、クラッチ説明会より。第1位、CB650R、CBR650R。2024年販売台数、約3万台。2019年の登場以来、日本や欧州などグローバルで、年間約3万台をコンスタントに販売し続け、ベテランはもちろん、初心者や女性ライダーなど幅広い層に支持されているホンダの大人気車種。街乗りからワインディング、高速道路など様々なシーンで乗りやすく、軽快な走りを楽しめることを世界中のライダーも実感しているのでしょうね。そうした2機種に E クラッチを最初に搭載したわけは、従来のファンはもちろん、世界中の幅広い年齢層やスキルのライダーに、よりバイクを楽しく末永く乗ってもらうことが目的なのだと思います。第2位、レブル1100。2024年販売台数約19,500台。レブル1100は2020年11月に海外市場向けに発表されたクルーザーモデル。先行して発売され、日本でも人気を博していた。レブル250やレブル500の上位モデルとしての登場だった。排気量 1082cc の水冷並列2気筒 OHC エンジンは、アフリカツイン用をベースにしたもので、クルーザーモデルらしい低中速回転域を重視したセッティングがなされています。バルブタイミングなどを変更、所有欲を満たす高級感とアフツイ譲りのパワフルなエンジン、イージーライディングを可能にする DCT と 700mm の低シート、これなら 1100cc という大排気量でも小柄なライダーや大型バイク初心者でも不安が少ないはず。やはり売れるバイクの条件は体格を問わない、幅広い年齢層やスキルのライダーに支持されることが必要だと思います。第3位、 CB750 ホーネット。2024年販売台数約19,000台。 CB750 ホーネットは2022年10月のインター元ドイツケルンで発表された新型スポーツモデル CB750 ホーネットによって、かつてのホーネット、スズメバチの名称が欧州市場によみがえった。日本未発売、派生モデルのトランザルプは導入済みですが、欧州では大ヒット中のホンダのストリートファイターモデルです。大人気の要因は3つ。理由1、重量は 190kg と軽量コンパクトな車体、それでいてタンクは 15.2 リットル確保。理由2、排気量 755cc 並列2気筒 OHC ユニカムエンジンながら91馬力9500回転を発生させる超優秀なエンジン、しかもレギュラーガソリンで燃費も 22.8kmL。理由3、車体価格7899ユーロという性能に対する圧倒的コストパフォーマンス。1ユーロ160円換算126万3840円。軽い、速い、安いの3拍子揃ったホーネットは、ヤマハの MT シリーズや KTM、 デュカティなどに奪われた欧州ストリートファイター市場を奪うため、ホンダの気合の入った後出しじゃんけんモデルです。第4位、 XADV。 2024年販売台数約17,500台。2017年に登場した XADV はバイクの形や使い方でカテゴリーを分けるという、それまで常識とされてきたことを根底から覆すようなモデルだった。見た目やライディングポジションはスクーターのようでありながら、オフロード走行をも可能としたスクーターとしては大きなフロント17インチのホイールとブロックパターンのタイヤ、長めのサスペンションという足回りを持ち、エンジンは NC750 シリーズ用をベースとした水冷2気筒エンジンを搭載。自動変速機 DCT を介して後輪はチェーンで駆動させるという、クロスオーバーという言葉がこれほどしっくりくるバイクは他にない。
X-ADV が販売台数4位というのは日本ではピンとこないかもしれないが、欧州ではヤマハのスポーツスクーター T-MAX が大人気で、キングオブスクーターの異名を持っているほどで、A2 免許なのも相まって、年間平均8000台前後が売れているほど、スクーター文化が根付いている。ちなみに日本の大型バイク年間販売台数1位は、Z900RS カフェ SE 5605台です。アドベンチャースクーターという新たな価値を提案した。X-ADV はスクーター文化が根付く欧州で強く支持されています。第5位、NC750X。2024年販売台数、約1万7000台。エンジン、フレーム、足回りを共有する兄弟モデルとして、2012年に登場した NC700X と NC700S 及びインテグラは、高価になりすぎたバイクの価格を大きく下げるという、命題を与えられたホンダのニューミッドコンセプトの成果だった。結果、中型バイクを下回るプライスタグ、NC700S 598,500円が付けられて、大ヒットしたました。大型バイクではともすれば見逃されがちだった。燃費の良さにも関わったところも、その要因の一つだった。2008年当時、大ヒット中だった同社の FIT のエンジンを、半分にしたら燃費のいいエンジンが作れるんじゃないか。そんな発想からインスピレーションを得て開発された NC700 エンジンは、1リットルで41キロと驚くべき数値を叩き出した。そんな NC700 シリーズが2014年1月に排気量を拡大してモデルチェンジ。NC700X は NC750X となった。ここから自動変速を行う DCT、デュアルクラッチトランスミッションを搭載したモデルをラインナップ。2014年4月には DCT-ABS 搭載モデルに ETC 車載機とグリップヒーターを装備した。E パッケージを追加設定。ちなみに私、このバイクに乗っていました。2016年1月には、LED ヘッドライトを採用するなど、現在のスタイリングに一新してフルモデルチェンジを行った。そこからマイナーチェンジを経て全モデルにグリップヒーター、ETC 車載機、トラクションコントロール、ABS が標準装備され、装備もりもりの仕様から車体価格も MTCO840,000円と、2012年当初の超コスパ大型バイクという強みは消えていきました。それでも販売台数5位という人気の理由を考察していきます。理由1、経済性。低、中速重視の高トルク型エンジンは 750cc にもかかわらず、58馬力とかなり低い。昔は54馬力だったから、これでも上がっている。なので DCT と組み合わせるとクルージングや追い越しなどで最適なギアを自動で選んでくれるから、まず燃費が抜群にいい。それでいて排気量 750cc あるのでトルクに関しては必要十分あり、街乗りから高速道路まで非常に扱いやすい。あと細かい話ですが、フェリーの二輪料金は 750cc を境に料金が変わりますので、その点でもお得です。理由にちょうどいい感。なんというか、こういうのでいいんだよ感があります。見た目こそオフロード走行もいけそうですが、これ完全なオンロードバイクです。前後17インチタイヤを履き、シート高も 800mm、 車体サイズも大きすぎず小さすぎず、ちょうどいい感があります。3、利便性、快適性。なんといっても現行モデルでは唯一無二のラゲッジスペースでしょう。従来の燃料タンクの位置にフルフェイスヘルメットも入る。容量 23L のラゲッジボックスを確保。これがめちゃくちゃ便利なんですよね。体験談。実際はヘルメットを入れて使うというよりは、バッグや小物を入れたりして便利に使ってました。またラゲッジスペース確保のためエンジン位置を前傾下部にしたため重心が低く、重量の割に取り回しがしやすい。なおかつエンジン位置がライダーから遠くなるため、排気熱がかなり少ないバイクになっていることも大きな利点です。他には燃料タンク、14リットルという重量物がシート下にあるため、重心が下に来て、重量の割に取り回しがうんぬんかんぬん。まとめると、
嗜好品である大型バイクに不要と思われてきた。経済性、利便性、快適性を加えた This is 最高にちょうどいい旅バイクです。第6位 CRF1100L アフリカツイン、2024年販売台数約16,000台。かつて販売されていたアフリカツインの名を継ぐアドベンチャーモデルとして2016年に登場したのが CRF1000L アフリカツイン。かつてのアフリカツインが 750cc、 初期は 650cc の V ツインエンジンだったのに対し 998cc の並列2気筒エンジンを搭載していた。スタイリングは発売当時のダカールラリー参戦モデルであった。 CRF450 ラリーをイメージさせるスポーティかつ洗練されたものだった。ホンダが15年の時を経てなぜアフリカツインを復活させたのか。欧州を中心にアドベンチャーブームが再燃していた。市場で圧倒的支持を受けていた BMW GS シリーズが倒のため日本でもアウトドアブームが始まっていた。ホンダがダカールラリーに再参戦した。ここでホンダが打ち出したアドベンチャーバイクはフロント21インチタイヤ 45mm フロントフォークという、本気でオフロードを走れる仕様のアドベンチャーバイクを発売してきたこと、その意気込みというか思い切りの良さが伝わったのか、この CRF1000L は発売1週間で年間販売目標の1000台を超えてしまうほどの人気となりました。その後はツアラー要素を強くした派生モデルのアドベンチャースポーツが誕生。2020年には排気量を 1100cc にしてCRF1100L アフリカツインへとモデルチェンジ。電子制御サスペンション ES が追加されるなど数々の最新技術を盛り込むホンダのフラグシップモデルとなった。かなり高額で体格を選ぶ車体の大きさにもかかわらず全世界で16,000台も売れる理由は欧州でのアドベンチャーバイク市場が大きい点とホンダブランドへの信頼と実績が売れている理由だと思います。第7位 NT1100 販売台数約10,000台。 NT1100 は2021年10月に欧州市場向けに発表され、日本では2022年3月に発売されたスポーツツアラーアフリカツインと共通する排気量 1082cc の並列2気筒 OHC4 バルブエンジンを搭載する。フロントマスクのイメージは XADV に似た LED ヘッドライトユニットを中心にしたもの。 NT とはニューツーリングの意味。大型スクリーンを備えたボディ一体型のフロントカウルに広いシート、20リットルタンクを搭載するなど一見して長距離ツアラーだとわかるスタイルで、最大の特徴はフロントスクリーン上下調整可能の横にあるウインドディフレクターで徹底的に風よけ効果にこだわった車種といえる。荷物が搭載できて快適な移動ができるという点でアドベンチャーバイクはスポーツツアラーと似ています。ただしアドベンチャーはオフも走れる自由さがあるというのが大きな違い。フロントタイヤが21インチだったり19インチだったり、スポーツツアラーはオンロードだけを想定して設計フロント17インチされているのでコーナーリングを楽しむという点においてはアドベンチャーモデルより気持ちよく走ることができることでしょう。ヨーロッパで昔から根強い人気があるカテゴリーがスポーツツアラーで、アドベンチャーバイクに押されがちながら一定数の需要が見込めるとホンダが考えて導入に踏み切ったと思われる。第8位ゴールドウィング、販売台数約9,000台。ゴールドウィングは長らくホンダラインナップの基幹モデルとして君臨するスポーツクルーザー。ゴールドウィングの特徴を言い表すと、タンデムツーリングの快適性を追求した最上級のスポーツツアラー。国産唯一の水平対向6気筒エンジン、排気量 1833cc、 スーパーヘビー級の車両重量 390kg の巨体、まるでソファーのようなキング&クイーンシート、日本を代表する超ド級ツーリングバイクである。車両の走行面での特徴は、とにもかくにも水平対向6気筒 1833cc というとんでもなく大きくハイパワーなエンジンを積んでいることでしょう。実際に走らせてみるとシルキー6と呼ばれる水平対向6気筒ならではの滑らかかつ強烈な加速感が何よりの持ち味だとわかります。
そんな強烈パワーで 400kg 近い車体をコントロールするのですから、乗って気持ちよくならないわけがありません。2018年に17年ぶりとなるフルモデルチェンジを行い、ダブルウィッシュボーンフロントサスペンションに変更。これによりエンジンとフロントタイヤの位置関係を最適化したことで、それまでのゴールドウィングとは比較にならないほどのスポーツランが可能となりました。ゴールドウィングが他のオートバイの追随を許さないものに、数々の快適装備がある。ホンダがバイクメーカーであるのと同時に、自動車メーカーであることも役に立っているのだ。代表的なものとして世界で初めて、エアバッグ搭載車を使用設定したのもゴールドウィング。また、バックギア&尾速前進機能を装備している点も、いかにも自動車メーカー視点だと感じる。パワーモードはハンドルスイッチで4段階に変更でき、クルーズコントロール、デンサスによるフリロード調整機能、クルージング中の走行風をコントロールすべく、ウィンドシールドもボタン一つで高さを変えられる。グリップヒーターはもう珍しくなくても、シートヒーターは、ライダー側とタンデム側に別々に備わっている。他にも走行中に音楽を聴くオーディオは4スピーカー仕様だし、スマートフォンとのリンク機能で地図をディスプレイできる機能すら備わっている。このゴールドウィングの販売先として人気なのがアメリカだ。広大な国土を誇るアメリカでは荷物を満載して、いかに快適に長距離を高速移動できるかを追求したバイクのことを大陸横断ツアラーと呼び、ハーレーのウルトラと並び、多くのアメリカ人に支持されている。第9位、フォルツァ750。販売台数約7500台。フォルツァシリーズの機関として、2020年10月に発表された。日本市場は未導入。そのシリーズ名の通り、ホンダのスポーツスクーターのフォルツァシリーズの一員で、これまでのフォルツァ300、125の大きく上を行く。排気量 745cc の水冷並列2気筒エンジンを搭載しています。DCT を搭載した X、ADV とベースは同じであるが、あちらがアドベンチャースクーターであるのに対して、フォルツァ750はオンロード専用のスポーツスクーターである。足回りや装備も似ていることから日本国内では、X、ADV とシェアの食い合いになると判断し未導入だったのでしょうか。ただ NT1100 と同じ理由でスクーター文化の根付く欧州では、スポーツタイプのビッグスクーター需要はかなり見込める市場です。第10位、CB1000R。販売台数約4000台。主に欧州市場で販売されていた、ストリートファイタースタイルのハイパーネイキッドとして2000年代に登場した CB1000R。当時の市場で人気のスタイルを取り入れたものだったが、ネオレトロ人気の高まりとともに2017年に発表されたフルモデルチェンジ版は、往年のカフェレーサーテイストを取り入れたスタイルとなっていた。なお、2017年ミラノショーでは、CB1000R とともに、CB300R、CB125R が発表され、両社とも CB1000R と同じデザインテイストでまとめられていた。強さと軽さを両立する高張力鋼の新設計フレームに、パワフルな 998cc の水冷4気筒エンジンを搭載した大型ネイキッドモデル。操る楽しさと上質な走りを目指してマスの集中化と軽量化を図り、また車体デザインも凝縮感のあるシルエットに仕上げてあります。搭載されたエンジンは CBR1000RR 用をネイキッド向けに再セッティングしたもので、最高出力は 107kW。145PS、1500RPM を発揮。6速ミッションのギア比も、市街地やワインディングでの、ファンライドのためにローレシオ化され、特に、6000RPM から 8000RPM にかけては高揚感のあるトルク上昇を味わえます。非常に高性能かつ高級感のある、ネオレトロなバイク、ただしかなり高額、でしたが、欧州での売れ行きが芳しくなかったため、丸目が原因、あえなく生産終了となってしまいました。代わって販売が予定されているのがストリートファイターモデルの CB1000 ホーネットです。CB1000R が落ち着きがある高級な路線でしたが、CB1000 ホーネットは原点回帰というべきアクティブで若々しいモデルとなります。安価にもなる。ホンダはこの CB1000 ホーネットでハイパーネイキッド、欧州市場での巻き返しを狙っています。
第11位 CBR1000RR-R 販売台数約2000台。 CBR1000RR がフルモデルチェンジする形で2020年の新型として登場したのが CBR1000RR-R だった。水冷直列4気筒のエンジンは排気量こそ前年までの CBR1000RR と変わりない 999cc ながら、ボアストロークの変更により 160kW、218PS を 14500rpm 発生。チタンコンロットやアルミ単造ピストンなどにより、さらなる高回転化を達成していた。MotoGP などのレーシングマシンではおなじみの装備となっていたウィングは、飛行機の羽を逆さにしたような形状が発生させるダウンフォースによって、加速時、減速時における前輪の安定性を高めるものだった。リッタークラスのスーパースポーツ市場はバイクメーカーが一切妥協せず、全ての領域で最高に速くした究極の市販車であり、川崎 ZX-10R、ヤマハ YZF-R1、デュカティパニガーレ、アプリリア RS-V4、BMW S1000RR など、リッター SS は、バイクメーカーが威信をかけて作る最高傑作だ。しかしながら、販売台数は芳しくないゆえ、各社がリッター SS 市場から撤退する素振りを見せている。実際、スズキは撤退した。当然ながら、最高の性能を追求すればするほど、高額化へつながっていく流れは止まらない。もしかしたら、サーキット専用モデルのみ販売。という未来もそう遠くないかもしれない。第12位、CB1300 スーパーフォア&スーパーボルドール。販売台数、約2000台。プロジェクトビッグワンの成果として発売された CB1000 スーパーフォアの進化モデルとして登場した CB1300 スーパーフォア。2005年にハーフカウルを装備した CB1300 スーパーボルドールがラインナップに加わった後はマイナーチェンジや特別仕様車の設定など当時のデザインを変えることなく様々なアップデートを繰り返しながら令和の現在まで販売を続けるビッグネイキッドモデル。人気の川崎Z900RS やヤマハ XSR900 などがコンパクトで軽量な車体にネオクラシックやヘリテージを封入したモデルだとすると、 CB1300 スーパーフォアは1970年代のビッグバイク像を車体の大きさ、エンジンの排気量、車体そのものの重みで味わえるモデルだと言えるでしょう。アニバーサリーモデルなど多少販売台数は増える場合もあるが、基本的に国内1000倍モデル、中国も多少のため販売台数は見込めない状態。これからも継続して販売していくためには欧州市場で販売していくことが必要になっていくと思う。一周回ってジャパニーズネイキッドとして需要はないだろうか。難しいかな。もしくはジャパニーズクラシックモデルとしてインド市場で需要はないだろうか。いずれにしろこのままだといつか生産中止になりそうです。以上でホンダの大型バイク販売台数トップ12でした。予想はしていましたが、やはり欧州で売れるバイクが上位に来ていました。それと欧州のスクーター人気はすごいですね。世界規模で売れているのは CB650R やレブル1100など老若男女問わず乗れるバイクが売れていましたね。あとホンダはこれからは欧州を中心にストリートファイターモデルを売っていこうという思惑が垣間見れました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ボタン、お願いします。スーパーサンクス、投げ銭を、お願いします。ご意見、ご感想を、お願いします。次回作に、ご期待ください。